平塚さん、X さんの話をしたじゃないですか。まあ、X さんというのは、純也さんのマネージャーさんってことですけど、それを黒幕っていう風な流れに、マスコミが変えつつあるっていうのもあったんで、ちょっとまた、その X さんについて、うちのと言わせていただきます。専門家の方が、見解をまた送ってくれたので。ライドさん、お疲れ様です。先日の大里さんとの会談は興味深く拝聴させていただきました。複数の方が、X 氏が折原さんに情報提供していると仮定して、X 氏がなぜそのようなことをするのかもわからないと言われていました。私は、前職の関係でトラブルに遭遇した人と会話を交わすことが多かった関係上、絶対に間違わないというわけではありませんが、なんとなく感じることがありましたので、LINE しました。今回の X 氏の行いについて多くの人が非難しています。私もその一人ですが、実は冷静に見ると X 氏の行動はいろいろ問題はあるものの、A 子や B 子の被害者であるという一面もあります。いや、まさにそうなんですよね。被害者なんですよね。そこを忘れてはいけないわけですよ。いわゆる問題のある被害者という位置づけです。しかし、伊藤純也やトレーナーは A 子、B 子、X 氏のトラブルに巻き込まれた被害者であって、X 氏は世間的には加害者として扱われても仕方がない立場にあるのです。こういうトラブルを発生させ、自分が最も大切にしなければならなかった人、人物を巻き込んで傷つけてしまい、そのことに関する後悔の念は大きいと思います。そういう人物は陥りやすい特異な心理状態があるようです。X 氏にとってトラブルが発生する以前はの生活は結構華やかなものではなかったのかと思います。まあそうですね。要は業界系ですからね。それはね、華やかですよね。人がトラブル、特に加害者的な立場に巻き込まれていると、それまで自分の周りにいた上司、先輩、同僚、後輩に至るまで、潮が引くように一気に連絡が来なくなると言います。つまり、周囲の人が自分を避けるようになり、世の中が一気に静かになるのだそうです。そして、職を失ったり、立場をなくしたりという苦い環境の中で、すごい孤立感や寂しさを味わうようになっている。自分が社会から置き忘れられるような感覚に襲われるのだそうです。まさにそういう状態なんじゃないですかね、今ね。こういう人の中に自分はゴミ箱の中のゴミになったという人もいました。しかし、良い悪いは別にして本人の感覚としては、伊藤純也やトレーナーには申し訳ないと思いながらも、本来自分も被害者であり、A 子 B 子は許せないという観念を捨てきれてないのではないかと思います。一時期は、沸騰していた報道や SNS も徐々に減少してきています。そういう場合、何かと自分の心情を理解してほしいという感情もあり、真実を知ってほしいという気持ちは日に日に強くなるのでしょう。つまり、こういう立場に立った人物は、いわゆる言い訳をしたい。弁解をさせてほしい。自分の気持ちを理解してほしい。自分の正当性を主張したいという感情は強くなると言われます。ああ、なるほどね。心理状態ね。これが加害者の心理というめんどくさい心情です。しかし、X 氏は、事件処理の関係で警察や弁護士から余計なことはするなと釘を刺されていると思います。いやもう、だから僕はそこなんですよね。この前も動画で言いましたが、僕が X さんだったらしないんですよ。なぜなら自分も不利になるからですよ。私は X 氏が折原さんに情報をリークしていると仮定するのなら、世の中の人に真実を知ってほしい。世間から忘れ去られることが辛いと X 氏の感情の表れがそうさせていると評価しています。哀れですね、と。僕はこの方の、なんかその心理の、話って、よくいるじゃないですか。なんだっけ、サンマのね、でっか、ほんまでっか TV か、なんか出てる、出口さんでしたっけ、なんか犯罪心理学とかやる人いる。あの方よりもわかりやすい。まあ、しっくりくるんです、毎回。出口さんでしたっけあの人って。なんか、あの人の犯罪心理の話は、そうかねっていう風なものが多いんですが、この方の方が僕は、しっくりきますけど、だから、評論家になってほしいなと思いますけどね。そうなんですよ。僕が思ったのは、まあ、一応事情聴取も受けてるじゃないですか、X さんもね。今回の件に関して、警察から。余計なことすると不利になるんですよね。疑われますよね。いや、変な話。余計な小細工すると、裏で晒したりとかしてると、下手したら逮捕される可能性があるんで、余計なことするからね。捜査の支障も来たすんで。
まあだから、X さんがやってるって仮定しての話ですよ。だから僕だったらやらないんですよ。だって逮捕されるの嫌じゃないですか。刑事事件までなってんだから。まあ、捜査をかく乱するようなことじゃないですか。折原さんなんかが暴露したら。僕が X さんだとしたらやらないんですよ。で、だから僕はだからそれをやってるんであれば、逆にやばいなーっていう感じ。民事でもね、弁護士は絶対やめろって言うんですよ、こういうのって。裁判になると不利になるからって言うんですよ。そういうことをする人だから、やっぱりいろいろやるんだよね、というふうに。で、説得力がなくなるって言われる。だから僕はそういう面で、僕が、X さんだったら、しないよな、っていうふうに思ってる。でもこの方は、心理面ではわかるって話ですよね。社会から阻害されて忘れ去られたくない。本当のことを知ってほしいっていう一心でやってる。まあだからその気持ちもわからなくはないんですよ。でも、ことがことだけに、刑事事件に発展してるわけですから、分別があったらしないと思うんだよな。どうなの？この方もおっしゃってるように、忘れてならないのは X さんも被害者なんですよ。賛否両論は皆さんあるとは思うんですよね。余計なことしなきゃこんなこと巻き込まれてねえのにっていう賛否両論はあると思うし、まあ確かに ZD さんも一番悪いのは X だよねって言ってるのもわかる。でも、一番悪いのは X ではないんですよ。加害者なんですよ。刑事告訴をした方なんですよ。だから A 子、B 子側が一番悪いんですよ、これは。そして伊藤純也がアジアカップに出れなくなったっていうのは週刊新潮が悪いんですよ。まあ元を正せば X さんがそんな余計なことしなきゃトラブルに巻き込まれなきゃっていうところもあるけど、まあ人間ですからね、それは間違いも起こすんじゃないですかと思いますよ。トラブルに巻き込まれることだってあるし、男だからついついスケベ心が出る時だってあると思うんで、X さん余計なことしたなと思うけど、まあ、被害者だってことだけはちょっと心の中には留めたいなって思ってます。冷静な目では見たいなと思っておりますよね。